ちは。こんにちは。新潟県長岡市のバーバーです。丸山です。お願いします。大丈夫ですか。それでは本日のアシスタントのお姉さんです。キーです。姉さんです。お願いします。デパートのさ、はい、声が来たみたいな。アナウンスです。本日のお料理発表いたします。本日のお料理はおつまみきゅうり。 おつまみのきゅうりです。きゅうり好きですか？好きです。そうですか、うん、よかったです。では本日の食材の発表いたします。きゅうりが2つ、続きまして、おろしにんにくが小さじ1です。豆板醤が小さじ1です。塩が少々です。酢が大さじ2です。ごま油がちょっとです。早速作ってまいりましょう。それでやんの？まずキュウリを切りたいと思います。ではケイさんお願いします。キュウリは端っこを切っていただいて、一本ずつでいいですか？一本ずつでいいです。端っこを切り落としていただいて、はい、そしたら叩きます。え？叩きます。どうやって叩くの？本当は綿棒があって、綿棒でえいえいえいと叩くんですが、綿棒を家に忘れました。なので包丁の包丁で叩いてください。え、どうやって？叩ききゅうり的なところで割る感じです。こっち？こういう感じでいいと思います。男出てるよ、マスター。はい、こんなんでもいいです。手でいける。手でお願いします。声と似合わない怪力な人。え、硬いな。で変わりましょうか。痛い。もう潰れないんだけど全然。もうここでこうですよ。そうするとこのように割れます。こう片手でやると疲れますので、添えてお願いいたします。ああ、いけるいける。割れました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。大きなボウルを用意していただいて、ちぎって入れます。手で切ります。はい、うん、大きめでお願いします。調味料をすべて入れて混ぜます。トングを使った方がよろしいかと思います。混ぜていただいてお願いします。はい、小高くなるようにお願いいたします。開いてあげてくれてくれ。完成です。いただきたいと思います。で、開いてる？目なんか開いてないか。
それでは、いただきたいと思います。レシピは概要欄に書いておきます。日持ちもしますので、ぜひいっぱい作ってご飯のあてにどうぞ。非常に便利なお料理でございます。ぜひキュウリがあれば作れますので、ぜひ作っていただいてお願いいたします。それでは本日のお料理ありがとうございました。小学館文庫です、これからはやんちゃな文庫の時代ですって言ってます。小学館いつもコピーいいですよね。はい、いつもコピーがいいんですよ。あ、キャッチコピーがあー、なんで犬なんだろう。101匹ワンちゃんの犬ですね。これね、ダルメシアンですよ。文庫本とか私読まないんで。文庫本って何ですか。小説的なやつですか、読まないですか。読まない。読みますよ。読みますか。本読んでるイメージあるんですか。悩んでますね。ですよね。例えば百田直樹。面白いかな。期待、なんか結構ご意見番的な人ですね、あの人ね。でも読みやすいですね。